旧天皇貯水池一般公開時の撮影天皇貯水池とは、かつて大阪府堺市堺区中三国川岡町にあった貯水池。現在は遺構が保存され、旧天皇貯水池として国の登録有形文化財に登録されている。明治43年に堺市街地としては初めての上水道施設として建設されたレンガ及びコンクリート作りの貯水池である。 創設当時、通常時の堺市への排水は、先行山浄水場からポンプで送水していたが、堺市の需要量が多く、余裕がある場合に貯水し、不足する場合や非常時に十分に排水できる量を貯水する能力を持った構造の貯水池として建設された。全国では12番目として建設されている。人口6万人規模の給水を行うため、 総面積662平方メートルの貯水規模だった。直射日光を遮り、雑菌の繁殖を抑えるために貯水槽の周囲に土が盛り上げられている。点検用の通路を挟んで2つの貯水槽が設けられた。それぞれの貯水槽は5つの区画に区切られ、スパン約3.6メートルのレンガ作りのボールと加工で覆われている。 外線門風のデザインが施された点検用の出入り口がある。このデザインと思考技術は建築学的価値が高いとされ、上水道の歴史上でも貴重なものと考えられている。設計には大阪府が指導に当たったと考えられている。昭和37年に使用が停止された。その後、堺市は貯水池を 看護学校建設予定地にする構想を発表。しかし保存運動が起こり、貴重な文化遺産等の見解を、三国が岡地域の自然と環境を守る会が提出。昭和58年11月に、堺市は建設中止を表明した。森土で覆われた草地は、日本在来種の草の花や実が確認でき、蝶トンボ、鳥たちが生息している。春には、 日本の山桜が見られる。ありがとうございます。